これ話あと40年ぐらいしかないもんな、俺の未来40年も、うん、なんで105歳ですよ。おそうね。せーの、本日のよろぴこ。2022年博多東スーパーベアーズは夏までには優勝します。プレイボール、よろぴこ。わしゃそうやけどなぁ。ごっちゃんわしゃそうやけんのごっちんだけじゃけん、わしのことを知ってるのはの。俺もだいぶ長生きしてなあかん。いやいや、二人でやはぁ。そうですね、はぁ、お互い別のことやね。はぁって4番争い、阪神、はい、佐藤選手、大山選手、はい、守備では佐藤選手がサードを確保、確保、あ、うま、上手だもんね、言ってましたもんね、うん、で、この間阪神の調査、はい、キャンプを録画したら見たの、はい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 、だ38番の小畑選手、はいはいはい、あ、いいバッティングしてるなと思って見てたね、うん、佐藤君見たし、はいはい、見てたし、ね、うん、伊藤井選手も見てたし、佐藤選手も3月13日誕生日迎えますからね。そうだよね、同じ誕生日なんよね。おめでとうって入れたろうかな、デポ送ったろうかな。そうですね。、うん、大山選手、うん、でもちょっと阪神はバッティング見て心配なことがあったよな。ああそうですか、うん、どんなところですか。言えない、言えない、言った方がいい。いや、また次に言いましょう、うん、次の時にね、うん、でも後付けってされたら嫌や。ああそうね、じゃあ今言っときましょうか。ちょっと見た時に、はい、全員がね後ろに残りすぎるように見えたんや、バッティングは体重が後ろに、うん、手元へ引き戻してんのかなと思って、ちょっと体重が全員ちょっと後ろに残りすぎてるなっていう感じが見えた、うん、俺の中ではね、はい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 、ってことは言っときます。なるほど、はい、うん、でこれで打ってたらいいんだけどね。まあまあそうですね、うん、はい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 、そうですね、シーズンが始まったらここに注目してみたい、石井さん注目してほしいこと、ビッグボス采配、うん、これはしてくれると思います、うん、カープの走塁、オーバーランをどれくらいするか、これはですね、これ試合始まってみたらすぐ分かる。いやいや、これはもういい話ですね、うん、だから本当思うけど、うん、次のベースを狙ってオーバーランしてるのか、止まるためにオーバーランしてるのか、うん、要はそこを見たらすぐ分かるね、これ全員ができなきゃいけないんで。そうですね、要は1番バッターだからとか2番バッター足が速いからはすごいね、うん、オーバーラン上手だねじゃなくて、うん、全員ができることなんで走塁は、うん、だから1番が野球をやって打席に立って、うん、打ち終わったら走者なんで、うん、そこで全て速い遅いあるよ、うん、でもそういう姿勢が見えてくるとガラッと変わると思うな。なるほど、うん、そこが見えるかどうかやね、うんうん、いや、この話を YouTube でされてた時に、うん、それをね、知り合いの子供たちのコーチやられてる方が、うん、もうすぐ教えてました。あ、本当に、はあ、で子供たちが、やっぱ子供たちも YouTube 見てるでしょうね、うん、僕のオーバーラン足りませんかって言われて、いや、YouTube 見たって言ったら、見ましたで、まあ本当それって大切ですねってやっぱりコーチの方も言ってましたね、うん、早速取り入れてくれるってこと、ちょっと嬉しいねみたいな、うん、絶対面白いの。人生さ、幅があってさ、はい、幅があるわけよ、はい、こうやってさ、はいはいはい、まあ、手帳でもそうだけど、うん、ここにタミヤがあったらけど、うん、で、でこうやってみんなこう真ん中歩くわね、うんうん、まあ、練習でもそう、そういうのね、はいはいはい、で、絶対この端まで行かないよみんな、うん、ここをこう一生懸命こう怖いから、うん、だからこう行って戻ってこう行くから、まあ、使ってもこのくらいの幅なんよね。そうですね、ね、うん、でも一回ドンって失敗してしまうとアウトになりました。 あ、ここまで行ったらアウトなんで戻れるんや、うん、で戻る、またこっち行ったらドンって、あ、こっちもアウトになりましたって言った時にこの幅全部使えるわけよ。なるほど、そうですよね、うん、だからそういう考え方を持って走塁なんかでもすると楽よね。いや、アウトになったからダメじゃなくて、そうですね、どこまで行ったからアウトになったんだよって、そうですね、うん、
それ大切ですよね。そこの考え方。うんうんうん。いや素晴らしいです。一応ほらタメやないかな。よかった。ほっと。みんな子供たち野球やってる子たちがプロ野球かほらほらほらとか言ってるように、ゆずみこさんはほんとタミヤ好きですよね。うん、好きよね。うん。うん。そうなんや。で阪神現在4年続新設記録更新中、うん、5年連続阻止、別に何も考えないでいいんじゃない、うん、別にまあそうですね、エラーなんて、はいはい、うん、エラーもつきものですよね。いや俺は特にね、うん、俺は特にエラーつきものやな、うん、でその分打ったり他のことですればいいのかな。あんまりこういうことばっかし言うと、そうですね、選手がやっぱしね気にするから、はいはいはい、じゃあお前は全部エラーしなかったんかって菊池に言われたらね、あ、頑張りますって言うけど、カープ菊池選手が言うですね、お前エラーせんかったよ、しないんでって言われた、私失敗しないんでって言われそうよね、菊池にね、お前人の気持ちわからんやろって、エラーをするやろお前もって言ったら、私失敗しないんでちょっとねそんな文句言えよね、言えないですね。さすがにコーチの人たちも菊池選手にエラーについての話はちょっとしにくいですよね。そうよね、うん、だからこれは普段からのそういう阻止とかするんじゃなくて、はい、だからそういうんじゃなくて普段からの練習をまた基本練習をしましょうというだけで、別にいいやん5年連続でも、うん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 、まあ、我々売り出し始めまして、うん、まあ今本当皆さんの本当おかげで、まあ絶好調 で味本当美味しいもんね、はい、美味しいですもんね、うん、美味しい。味一はるかさんの方もすごく喜んでいただいて、あ、本当です、はい、今日はあの冬バージョンとして今ちょっと炊きたてのこれあのうちの新米でございます、ヨロピコ米です。ヨロピコ米ね、ヨロピコ米、ヨロピコ米に焼きサバ高菜を乗っけてもらいまして、ええこれサバはですね炭火で焼いてますんで、やっぱり風味も違いますよね。いや、いただきます。で、あの福岡の高菜とでちょっぴり辛さがありますが、よだれ出てきた、出てきたでしょいただきます。はい、どうも。どうですか、うまいな。うまいでしょ、うん、お出汁ね、出汁です。出汁は何出汁、これ鰹出汁ですね、今日は。まあお茶でもほんと全然合いますね。面白い、はあ、ちょっと食べて、どうですか、うまっ。うまいですよね、お茶好きほんと合うんですよ、うん。ご視聴ありがとうございました、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もありがとうはい、もう一回、はいはい、いくよ、はい、真面目に行こう、真面目に真面目に、はい